ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。はい、おいしんぼ、究極のメニュー3本勝負続きやっていきたいと思います。2本目の勝負やってたんですけどね、目的は、を満足させる料理を作るということで、京極さんのことをいろいろ調べて、高知県出身ということで高知に行って、鮎を、ゲットしましてね、で航空便で送ってもらう約束まで取り付けたということが前回まででした。今日はでも京極さんを納得させられるご飯を炊けるお店なんて本当にあるのかしら、ということで、で今度ご飯ね、ご飯も並大抵なご飯では納得しないと思われますんでね。旦那、山岡の旦那じゃねえか、タツさんは確か漫画原作ではなんか路上生活みたいな感じの人じゃなかったかな。タツさん聞きたいことがあるんだよ。でもね、食通なんですよね。悪いな、山の岡の旦那、ここんとこ食ってないんだよ。やっぱりお土産か何か。ああ、酒屋でなんかタツさんに土産を渡さないといけないのかな。タツさんは酒が好きだから、ここで酒を買っていこう。いつも酒ですね。あれ、もう買ったのかな。店の人、この名酒バッください。ありがとうございます。買いました。よし、タツさん、食いっぱぐれだから酒より食べ物あげた方が良かったと思うんだけどな。お、こりゃすまないね。ところでちょっと聞きたいことがあるんだが、世の中ギブアンドテイクですよ。賄賂賄賂、これ現金だな。タツさん今この辺で一番うまい料理店はどこかな。そうよな、まあ昔武蔵野か岡星だろうね。お嬢ちゃん、俺はここら辺の料亭やレストランの残り物で生活しているんだよ。どこがうまくてどこがまずいかは誰よりもよく知ってるよ。武蔵野は俺も聞いたことあるけど、岡星は最近できたばかりの店で、若いけどいい腕の板前がやっているんだ。ただ味の方は俺も 1,2 度しか食べたことがないからな。まあうまいものが食べたいんだったら武蔵野がいいんじゃねえか。タツさん助かったよ。武蔵野行きますか。武蔵野板前さん、すまないが飯を炊いてみてくれ。偉そうですね、山岡。何様なんですかね。はい、ただいま。めっちゃサービスいいやん。そんな、一元さんに、そんなこと言われて、出て行ってくれって言わないのかね。どうぞ召し上がってください。確かな、数字をね。まあ、どこの馬の骨ともわからない米はね、さすがに。ミルキークイーンじゃない？ミルキークイーン。なんか、ミルキークイーンって名前が、最近ミルキークイーンっすよ。このお店に決めましょうよ。いや、岡星も見てみたいな。お、岡星来た。
すまないが飯を炊いてみてくれない？いやだから初めましてとか下手に出ないといけないんじゃないの。山岡偉そうだね。やっぱ貝原雄山の息子ですね。お店の構えが立派だった。それは関係ないでしょ。お、いい匂いがしてきたぞ。できたのかい？これは美味しい。さっきのご飯は芯があるような気がするわ。そうなの？米はコシヒカリの特上を使っていますが、それでも粒の大きさにばらつきがあります。このばらつきが炊き上がりのムラを作るので、一粒一粒大きさを揃えました。すごいな。で、お米は一粒一粒揃えるなんて究極の贅沢だわ。僕なんかもやしのヒゲ取るだけでもいいってなりますけどね。あ、もう京極さん来たの？勝負ですね。若造、どんな料理を出す気か知らんが、容易なこっちゃわしを満足させられへんで。なんやて？これが今日の献立のすべてです。己若造、ん？この飯の輝きはどうや？まるで宝石のようやないかい。味噌汁も国産の大豆と天然の塩を使った。味噌汁は勝手に作られたね。この鮎は、この鮎はまさか。そうです、京極、そうです、私が変なおじさんです。なん、食べさせてくれたんや。この味、この味だけ忘れたことはなかったわ。ここまでうまい飯は何十年と食うたことがない。おきに、おきに、お礼にわしのルノアールいいように使うてくれ。こんな喋り方しないですからね、関西人。これ今言ったのはあれですよ、万田銀次郎。関東人の人が話す関西弁ですよ今のは。ああ、山岡藩と言ったな。わしが土佐出身で米相場で大きくなったことまで調べて、これだけの演出をしたアンさんを見込んで頼みたいことがあるんやが、何でしょう。実はな、わしの友達が将軍というラーメンのチェーン店を経営しとるんやが、最近ライバルの関白中チェーンに客を取られて困っとるんや。そこで挽回のために究極のラーメンを売り出したいんやけど、なんぞいいアイディアはないやろか。究極のラーメンですか？面白そうじゃない、山岡さん。俺はあんまり興味がないな。なんでや、山岡さん。つまりラーメンなんてものは、あら、誰か見えたようだわ。あ、あの方は有名な芸術家の貝原雄山先生では、白、京極さんを相手に子供騙しなことをしていい気になりよって。わしは何十年ぶりかでうまい飯を食べさせてもらいました。相当うまいもん食ってなかったんですね。さすがは貝原藩の息子藩や。山岡君にはその鋭敏な味覚でもって究極のメニュー作りという大仕事を任せております。わしもな、今さっきわしの友人のラーメンチェーンの究極のラーメン作りをお願いしたとこや。何？ラーメン？わははは、これはいい。究極のメニュー。ところで、シロ、お前にはそういう過当な食べ物が似合いじゃて。わははは。ラーメンが過当だと？ラーメンは完成された立派な食べ物だ。それを過当というのは、権威主義と俗物根性で物が見えなくなった
証拠だ。難しいこと言うね。おお、それは面白い。それなら一つ、その究極のラーメンとやらを食べさせてもらおうではないか。よし、受けてやる。おっと、大ストーリー始まりましたね。究極のラーメン作りですか。優子さん近くにいるの。あ、いないね。今度はラーメンか。一息つかしてくるよな。机の上、前からろくなもんがないよね。電話があるぐらいかな。ねえ、なんか電話番号を手に入れたら、しに来るって感じですかね。さて、使うって何？何も持ってません。まずは優子ちゃんでしょう、そら。これからどうするの？まずはラーメンについて研究してみようと思うんだが、食べに行くっちゅうことかな。だったらみんなに評判のラーメン屋さんを聞いて回ったらどうかしら。そういう君はどんなラーメンが好きなんだ。私は新進亭の豚骨ラーメンが好きですけど、まあ食べに行ってみるか。他の人にも聞いてみましょう。回りましょうか。あ、部長いないね。なんか机の上に置いてあるけどな。廊下。誰もいないね。食堂はいる。あとは、部長もやったし、資料室。別にいないね。あとは車種のとこ行けないね。じゃあ外行くか。誰もいない。誰もいないってどういうこと？会社商店街岡星銀座美食クラブ。うわぁ！なんかたくさん選択肢になりましたね。ちょっと一旦セーブしておこう。セーブという名のパスワードですよ。はいはい、セーブしました。どこから行きましょう。商店街ってあのタツさんがいるとこ。あ、違うね。見る周り、ラーメンってめっちゃ書いてあるよ。あれ、ラーメンって書いてあるのにね、行けないという。会社に戻らされたという。美食クラブ行くの怖いしな。行ってみる。周り誰もいません。ここまだ違うみたいだね。うわ、何これ何これ。なんか広いとこに来たな。あ、横丁？タツさん。何してるんだい？タツさん、この辺でうまいラーメン屋を知らないかい？居酒屋に今度入った板前はなかなかの腕をしているよ。へえ。あ、なにこれ？西しかないの？なんだいそれは。
線路のそば。なんだ結局西と東しか行けないのか。南に行ける？なんだそれ何にもないじゃなかったね。銀座岡星。何かご用ですか？いや、特に用はないんだけど。いや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 。ラーメンのこと聞こうぜ。もう一回美食クラブ。あれやっぱじゃあ会社でやり残したことがあるのかな？ねえ。ゆうこさんと話。行きましょう。しまったー。これをゆうこさんを連れて行く会話をしてなかったのか。これでついてくるのかな、ゆうこさん。あれあれ、あ、いるね、ゆうこさん。もう一回行こうか。じゃあどこに行く？商店街。おお、ゆうこさんいる。これからどうするの？新進亭。あ、やっとだ。新進亭に来ました。割とこじんまりした店です。ゆうこさんおすすめか。近くにあるんだね。店入りましょう。まずは新進亭。おお、いきなりこってりこってりラーメン出てきたね。麺が全然なってないよ。機械で大量に打った麺だからコシがなくって舌触りも悪い。贅沢だな。やってみよう。だいたい美食家というのは わがままですねえー、戻るっていうことか。参ったね。会社に戻ったら部長いないかな。おー、いた！部長いた！進んでるかね。何の用だね。ご存知ないですか？大福軒の醤油ラーメン。なるほど。よし、行くぞ、大福軒。ガンガンもうラーメン回っていきましょうよ。あれ？大福軒はどこにあるんだろうね。あ！大福軒はどこにあるか。電話帳で調べるか。違うのか。違うのかね。部長、場所を教えてもらってないんですけどね。大福券はどこにあるんですか、部長。もう。食堂。あ、いたぞ。大里にも聞くか。実は。ラーメンね、教えて。いや、早く教えて。
だそれ。それだけ？大里、脇役すぎるぞ。他はないかな。資料室。誰もいないね。さあ、外行きましょう。どこにあるんだろうね。あ、右側もラーメンって書いてませんね。え、大福券来た。右の店じゃない。繁盛してる。さあ入りましょうか。谷村さんおすすめの東京ラーメン。うん。醤油味の具はチャーシュー、メンマ、海苔、ナルト。王道ですね。もう残念だがスープがダメだ。まず出汁がろくに取れていない。おまけにブロイダーの鶏を使っているから匂いも臭いし味も良くない。だから化学調味料を大量に使って。うわ、贅沢だな。ダメだって。厳しいね。さあ、他にも会社に誰かいないかな。資料室は？おー、いた！田畑さんだ。どうしたの？田畑さんのおすすめはないかい？のやの味噌ラーメン。すすきのや。すすきのやの味噌ラーメン。行きましょうか。どこにあるんだ、それは。あった！すごい、3連続。すごいな、この商店街。先の使い回しじゃないのか、これは。さあ、中に入ろうか。今度は、味噌ラーメン。札幌ラーメンね。食べてみようぜ。乾水を大量に使っている。卵をたくさん使っているように見せかけるため黄色く着色料までして。厳しいなぁ。もう3軒も回ってお腹いっぱいでしょ。おっと、来た。この人名前なんだったっけ。富井副部長か。また仕事をサボる気か。なんか声高そうなイメージだけどね。アニメも見てたんだけどな。なんか声高かったような気がするんですけどね。それじゃあ一体どこに行くんだ。私たち究極のラーメン作りのラーメン屋さんを聞いて回ってるんです。東民副部長、一番頼りになさそうだけどね。大陸亭の豪華ラーメン。あ、そう。大陸亭。また商店街かな。おお、来た！ 4 連続商店街。大陸亭。
副部長の数字あんまり期待できないな。同感だ。よよ。もうとても豪華です。カニとフカヒレ、いくらいろんな具が乗っていても麺とスープが美味しくなければ台無しだ。これでは仮面をドブに捨てるようなもんだよ。まったく。それぞれの具は美味しいけど味がみんなバラバラな感じがするわ。なるほどね。はい、勉強になりましたか。さあ次は誰だい。どこに行けばいいんだ。次は食堂かな。違うね。もう行き尽くしたよ。文化部に誰かいないかな。あ、なさそう。じゃあ外か。じゃあ銀座行ってみる。あ、美食クラブ行ってみる。おー、出た。どれ、ちょっと散歩にちょっとセーブしましょうかね。また貝原雄山と対戦すると何が起こるか。怖そうです。まずい、雄山で隠れろ。どうするの山岡さん。何かする、使う、何かする。え、キリンの真似、猫の真似、象の真似、バカの真似。猫の真似、にゃー、バカっぽいな。なんだ、また猫か。猫どもに料理の奥の深さが分かると見えるわ。わっ、何それ。こんなところに用はない、さっさと行こうぜ。また出てきた。えー、しかも移動できないし。猫の真似しても意味なかったからキリンにする、ゾウさんにする。なんかの CM みたいですね。キリンさんが好きです。あ、違うのか。ゾウ、パオーパオーパオー。え、にゃーにゃーにゃー。一体何だったんでしょう。もう逃げよう逃げよう。何今の、意味はあの商店街はもう行き尽くしたもんね。銀座、タツさんに会いに行こうか。違うね。あ、いない。他にすること、あ、ないのか。
体どこがいけなかったんですか？まず出汁の取り方が全くダメだ。ブロイラーを使っているからなんとなく汗臭い匂いがスープに残ってしまっている。麺も質の悪い小麦粉を使っている上、コシを出すために、ああグダ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 。デパートで売られている生麺はダメですかね。うん、とりあえず試してみるか。で、デパートに行くっていうことかな。どこだ？ショッパート。おー、ほほほほ。デパート。生麺がたくさん並んでいる最高級というのをいくつか買ってみたらいいんじゃないかしら。よし、これとあれとそれにしよう。あ、いけねえ、給料日前だった。しょうがないわね。ゆうこさんいい人だ。もう買ったのかな。よし、岡星で調理させてもらおうか。あれ？早速食べ比べてみましょう。麺の味を見るために軽く茹でて鰹節のタレにつけてみました。やっぱりダメだな。ラーメン屋で似たようなもんだ。こうなったら何から何まで自分で作るしかないな。究極ですね。特別なアイデアがあるわけじゃない。基本的にしっかりしたものを作ろうと思っているんだ。だから究極のラーメンは国産のいい小麦と卵だけで作った麺を使い、スープも健康な鶏を丸ごと使って出汁を取る。具は麺本来の味わいを邪魔しないようにチャーシューだけにしよう。なるほどね。手間がかかりますね。それでは麺打ちから始められるわけですね。そういうことになるが、俺には麺を打つ技術はない。だから、まず、を探さなければならないな。ややこしいな。結局、ラーメン屋4軒とデパート行きましたけど、自分で作ろうっていうことになりましたね。山岡四郎恐るべし。今回はね、京極さんを満足させましたからね。それだけ、一個進みましたから、究極のメニュー3本勝負の2本目完了です。3本目、ついに始まりました。今回は時間も経ちましたので、ここまでにしたいと思います。ご飯と味噌汁が食べたくなったね。自分で炊きますよ。おすすめはミルキークイーンです。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。